ピアノと弦楽のための競争曲異端調 MWVO にはフェリックス・メンデルス・ゾーンが1822年に作曲したピアノ競争曲。一連の競争曲の中で最初に作曲されたが、同年12月5日に演奏されて以来一度も演奏、出版されることのないまま20世紀になって再発見され、1997年にようやく出版された。演奏。 録音の機会は極めて少なかったが近年になって演奏が徐々に増えている。メンデルスゾーン家のサロン演奏会で演奏するために作曲されたと思われるが詳細は不明な点が多い。2台ピアノ用編曲版がブライトコップ風とヘルテルから出版されている。伝統的な三楽章構成。編成は独奏ピアノと言語部。演奏時間は約33分。 13歳の作ながら全曲を通してピアノは急速な細かい音程を演奏するなど難易度が高い。アレグロ、イタンチョ4分の4拍子。古典的な競争素な多形式。第2主題は、波長調同じ時期に作曲された弦楽のための公共曲に近い曲奏で念入りな大応が駆使される。アダージョ、補長調4分の3拍子。 A, B, A, B, A のロンド形式に近い。息の長い旋律の主部と、ピアノが細かく動く A 波単調の第二部が対比される。アレグロマノントロッポ、異単調、4分の4拍子。細かく、ピアノが疾走する主題を中心としたロンド形式だが、バイオリンピアノと弦楽のための競争曲同様、形式的には自由な展開をする。ロンド主題が、蝶々に展示。 テンポを緩めて3が表した後、アレグロモルト、異端調に転じて、副主題による急速なコーダで結ばれる。ありがとうございます。